一番なんかね、ここ入れない、なんかね、家はくゲームをするなら、のぞきみちゃん。今回はカヌエラのターンです。よろしくお願いします。というわけで、本日は愛するバカゲーをやっていこうと思います。ちなみにバカゲーとかって、はい、なんかまあ、クソゲーとも言われるんですけど、うん、結構やったことありますよ。なんだろうな、バカゲーあんまり積極的にやらないんですけど、結構なんだろうな、あんまり力入れない系のゲームが好きなので、はいはいはい、私がで多分なんか結果的にバカゲーをいっぱいやってるのかなという感じです。いいですね。じゃあ早速やっていきますか。はい、本日のルールですが、いくつかのゲームをやっていくんですけれども、ある程度ゲームをやっていった結果、どのぐらいバカゲーだったかを採点していきます。採点方法は五角形のグラフで3段階方式です。トータル採点していきますが、1つはバカ度、残りの4つは自分たちで考えてグラフを作っていくというルールでやっていきます。今日はよろしくお願いします。お願いします。まずはこれ、強盗来ましたね。強盗シミュレーター、ヤギが走る、飛ぶ、変身する、何の変哲もないヤギがひたすら街を破壊し尽くす 3D 箱庭ゲーム。一日を無駄に過ごしたい方におすすめです。作り込まれた繊細なマップを舞台にヤギを操作します。非常に良好な操作性で爽快アクション、やり込み要素も盛りだくさん。また制作者曰く、致命的ではないバグは全部放置というカオス、ことあるごとに物理演算が壊れて吹き飛ぶヤギの姿は一見の価値ありです、との概要です。バカの匂いがします、ね、これ私本当にやったことあるんですけど、本当にバカなんですよね。じゃあやっていきますね。あれでスタートを押してください。まあこの段階でもバカですよね。翻訳が適当っていうのがいきます。ちなみにもう限界だと思ったら、はい、手を挙げて、はいはいはい、バカーって叫んでもらったらそのゲームは終了します。わかりました、はい、ロード投げ。ロードが。お前もバカだということです、ね。何も、あ、来た。あ、クレージャンプと。R1。なんかね、いろいろ私やったことあるんですけど、これなんか得点が傘こう人に例えばぶつかるとこうやってなんか得点が入ったりとか、そう車にも確かにぶつかれるんですけど、結構素敵な感じでぶつかってくる。結構そうです。こいつ死なないので意外と強くぶつかっても大丈夫だったはず。あそこ言いますね。で引かれてもちょっとなんかね、ルールがよくわかんないんですよ、これ多分ルールもないんですけど。あ、ベロとかもずっと出っ歯なんですね。なんかベロをね、なんかね、舐めるみたいな。なんかちょっと待って、操作方法で、そう、ベロが、舐め舐めが四角ボタンなんです。で、四角ボタンで人を舐めるとまたポイントが加算されるんですけど、何のポイントかわかんないんですけど。で、なんか今ありましたね、なんか一応クエストが一応あるんですよ、これ。はあはあ、なるほど。まあ、雲まで届けたとか、障害物ジャンプだとか、なんかそういうよくわかんないやつなんですけど、これいきましょうか。ジャンプってどうやってやるんだっけ。あ、タップジャンプできた。あー、上までいきたい。でも本当に目的がないゲームなんで、GTA みたいなのミッションとかもないんですか。一応そのここのフェイスブックでミッション的な、あ、ストーリーはじゃないんですか。ストーリーないですね、これ。あの街でのし上がれみたいな。そうです、そうです、ないです、ないです。これもヤギの首先もイカれてます。あ、家入れない。これもうおかしい。ちょっと待って、ここ入れない。なんかね、家は首本当に私配信してやってるんで分かるんですけど、非常に実況しにくい。私やしづらい。ストーリーがないし脈絡もないので、目的もゴールも、目的もゴールもないんですよ、ね、本当に。ちょっと待ってください、いろいろできる。あ、なめなめしよう、なめなめ、ケツをなめなめして、なめなめするとくっつくんですよ、これ下に人が。
帰りますから、こうやって引きずり回すことができるんですよ、こうやって一緒にあ、目にする話を、あ、間違えちゃった、あ、この、あれか、R2 で人を、あ、これで、あ、分かった分かった、どっちかと分かった分かった、こっちの仕事がいたいじゃん、あ、じゃあこんなに行っちゃうと別エリアに行っちゃうんで、ちょっと都会の方に行きましょう、じゃあ結構ね、こうやって人を受け飛ばしたり、本当にそのルールがないので、これ本当にただ街で暴れたい人向けのゲーム、ここからここ入れると思うんですよ、やばい、インストがジャンプして、ジャンプして、インストを舐め舐めして、インストを舐め舐めして、こうやってもう破壊尽くして、こうやって店をこうやってバカバカにしたい人はこういうゲームをやった方がいいと思う、これこの場でガラスも割れますし、こうやってあ、じゃあストレス発散には、そうです、あ、動けなくなった、あ、動けなくなった、あ、しまった、そう、ストレス発散にはすごくいいと思いますね、ガラスも割れるし、ここ行きましょう、よし、あ、どこどこ、痛い痛い、こういう龍が如くでもこういうやつありますね、確かに龍が如くの公共物破壊するのが好きな人はこれやった方がいいです、あ、なんかクラブに来ました、パリピ集団、パリピ集団、私パリピ嫌いなんですけど、全員投げ倒してくれました、私パリピ嫌いなんです、一回行け、みんな、結構でもポイントが溜まってるんですけど、ポイントが溜まったところでだし、あ、なんかできるわけじゃない、できるわけじゃないと思う、多分だし、人を蹴飛ばしても増えていくの意味ないんですよ、じゃあ最後にここに持ってやりましょう、なんかかぶってDJ になるんですよ、これ、あ、なるほど、そう、DJ ヤギになれてコンサートハイジャックできるんです私ここまで配信やりました、はい、ちょっと、という、なるほど、わかった終了です、なるほど、はい、何も得るものがない、得るものじゃないです、ね、これは失うものもないですけど、そういうことですね、そうです、無のゲームです、回転していきましょう、はい、じゃあ一番上がバカドで、バカドはじゃあもうどうしようかな、で意外となんだろうな、バカかどうしようか、いきなりこれ一発目じゃないですか、一発目 で、ね、一発目でマックス出すのちょっと惜しいんで、ちょっとじゃあ2で、2ぐらいでここで、はいはい、じゃあ3段階中のバカドは2で、じゃあ、残り4つのあれはどうしましょうか、どうしましょうね、ヤギとかにします、そうですね、ヤギヤギド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 、はい、いろんなヤギいますけど、はい、どんだけヤギだったか、ヤギド、あともう一つ、あ、さっき1個ずつやっていきます、1個ずつやっていきましょう、じゃあヤギドは結構でもヤギかどうか怪しい行動が多かったじゃないですか、道破壊したりとかランニングの人ぶつかったりとか襲ったりとか、ヤギそんなことしないと思うので、1かな、なるほど、もう主人公ですらない、そうですね、ヤギドは1、あとはなんだろう、ヤギだし、まあでも印象的なのが、僕もあの GTA とかやってますけど、めっちゃパクってますね分かってますか、パク、あの街の感じとかパクってるなって思いましたね、あとなんだろうな、首が伸びるとか、そうですね、あの物理演算、そうですね、物理演算的道路ですね、そうです、物理演算側道路、そうですね、そうですね、物理、じゃあ3つ目、物理演算ガバガバ度は結構首が伸びたりだとか、あのなんか壁にはまって動けなくなったりとか急にしたんで、もうこれは3でマックスが出ました、マックスで物理演算ガバガバ度は3、あとは日本語度はどう、日本語度、あ、日本語度は翻訳度、翻訳語度、まあ日本語か、日本語、日本語度
日本語度もなかなか厳しいですね。日本語度も結構普通に意味わかんない文章が多いので、日本語度ゼロもゼロにしたいな。1これゼロってなしですか？あ、ありです、ありです。じゃあゼロで日本語度はゼロ。ゼロ、はい。じゃあ最後の一つ、ストレス発散。ああ、いいですね、いいですね。ストレス発散、はい、意外とでもストレス発散にはすごくなると思う気がします、私的には。じゃあいいところでもあるわけですね。そうですね。あ、なるほど。ストレスになっちゃったけど、ストレス発散度は3で、じゃあ3でつなげるんですよね。はい、5強化のあのグラフみたいです。だけで、ゴートシミュレーターのバカゲーグラフはこんな感じになりました、バカ度が、まあ、3段階中の2で、ヤギ度が、3段階中の1で、ストレス発散度はマックスの3、日本語度はもう0で、物連算ガバゴー度もマックスの3で、こんな形になりました。こういう評価です。ありがとうございます。皆さんもぜひやってみてください。